2020年2月9日、衆議院議員の原口和弘です。どんな朝を迎えるでしょうか。まずですね、ミニマックスっていうことをもう一回申し上げたいと思います。皆さんはそれをされる必要はないんですけども、私たち政治家は常に危機管理の基本をミニマックスに置いています。ミニマックスっていうのは何かというと、危機管理の基本で考えうる最悪のことをですね、考えうるですよ。それが実際あるかどうかっていうのは分からない。だけども想定される範囲をすごく幅広く取ってですね、その想定される中で最悪のことを極小化することからずっと消していくわけです。今の安倍政権がやってるのはミニマックスじゃないですね。新型コロナウイルス、東京電力福島第一原発事故の時にですね、私はメルトダウンしてるということを最初言いました。するとものすごいバッシングでした。嘘を言うなと、流言飛語だと。でもですね、これからの政治家を目指す人たち、それから現役で若い人たちに申し上げたいのは、政治家を目指す人は必ず法律だけじゃなくてですね、いわゆる日本でいうと文系っていうんですけども、文系だけではなくて数理、つまり理科系の頭も持っておいてください。原子力って、その構造は複雑かもわからないけど、その原理は非常に簡単なんですね。東京電力福島第一原発事故の3号機の設計者が私の第4代後援会長の上原春夫先生だということは申し上げましたけども、エネルギーの法則、それから原発の原理から見ると、そこに冷却水が入らなければどうなるかっていうのは、時間かけるエネルギーの数式でですね、すぐ分かるわけですね。ですぐ分かることをこうだと言うとですね、みんな正常でいたい、普通でいたいと、普通の状態であってほしいという、そっちの願望でですね、叩いてくるわけです。で、今回の新型コロナウイルスも、今世に、あるそのウイルスの、あるいはそのこれがそのウイルス兵器であるということも想定から外す理由はどこにもないわけですね。実際にそういう研究をしている、そしてそういう施設もある、で、それが漏れているといったことをですね、可能性から排除する、可能性ですよ、ことは、それはやっちゃいけない、逆にやっちゃいけないことなんです。で、それを言うとですね、もう YouTube かなんかに、僕は流言飛語を流したとか、言って作ってる、あえて言いますと愚か者ってがいますけどね、それをやってしまうと危機管理ってできないんですよ。で、今日中国で診療されてる方がこのエアロゾル感染の疑いを伝えておられますね。で、飛沫感染ではなくてエアロゾル感染で、それはだとね、私1月6日に一番最初のレクをして、その時に厚労省の皆さんにこの感染経路どうも普通のものと違うと、 SARS とか MERS とかその飛沫感染だというふうに決めつける、その根拠がどこにあるのかということを申し上げてきました。今横浜のクルーズ船、ダイヤモンドプリンセスの中で何が起きているかというと、先日安倍智子さんの方ですね、立憲民主党の安倍智子さん、医師の安倍智子さんが言ったように、非常にその感染のしやすい、その船内においてですね、しかも感染から弱い人たちがそこにさらされている、部屋から出るなということは何を前提にしているかというと、飛沫感染
だと決めつけて部屋から出るなと言ってるんだと思われます。でそうするとですね、もしエアロゾル感染であった場合ですね、仮にですよ、どっちかまだわからないで、エアロゾル感染だとすると巨大な培養器の中に、ご高齢の方、つまり感染から弱い人たちをですね閉じ込めてることになるわけですよ。でそれをやるなと、それはダメだと、 むしろ指定感染症ではなくて、もう何回も言います、新感染症にして、そして陸に上げて、陸のお腹のしかるべき隔離されたところでやるべきだと。で今武漢では何が起きているかというと、院内感染が起きているわけですね。院内感染が医療従事者に起きているということは、それはやはりエアロゾル感染を疑った方がいいと思うんですね。私も実際にですね、感染症のお医者さんに自分を助けていただきました。マスクがどうの何がどうのっていう前にですね、院内感染がなぜ起きるかと、医療従事者ですから、しかもこれほどのものですから、感染防止を極めて厳格にやるはずですね。でもそれでも感染しているという、その感染力の強さと、それから防護を突破するこの力を考えてみると、やはりエアロゾル感染を排除する理由はない、むしろそれを疑った方がいいということになるんだと思うんです。でこれね、もう本当にその、また今日ある人がね、与野党で法改正をせよと、法改正しますよ、だけど皆さんよく考えてください。法律の有権解釈は誰が持ってますか。この私たちが作った新インフルエンザと新感染症対策特措法もね、これ私たちに今有権解釈ないんですよ。それを持ってるのはこれですよ、ここにいる人たち、これなんですよ。ここがそうだと言わない限り法律は動かないんです。私もね、後藤議員と一緒に衆議院法制局、私たちの法律でこれでできると、もうこんなに分厚いマニュアルがあって、前広に今何をやっとかなきゃいけないかっていうの全部書いてるんですよ。でもその全部書いてるのも法律の当てはめがなければ動かないんです。ね、法律家だったらそんぐらいのことを考えて物言えやって、安倍内閣を攻撃するのが怖いから与野党に責任ぶ、野党にまで被せるのやめた方がいいよ。本当にね、なんか法律っていうか、この国会のその三権のあり場っていうことを分からん法律家って何なんだって僕思うわ。いい加減にせえやって。その法律の解釈といえばですね、公文書管理法も、これ、北村くん、聖子くん、このまま、月曜日明日やるんですか？また止まりますよ。また時間ロスしますか？ね。これね、もうほんと悪質で、盛りかけも、それから桜も、時間稼ぎしてるだけなんですよ、政権側が。完璧に悪いんですよ。だから改善するでしょ？いや、完璧に悪いってお前言い切ったなと。じゃあ、違うって言うんだったらすぐ証拠見せりゃいいんですよ。見せないでしょ。聞き取りによればって。聞き取りによればだって済むんだったらね、今、納税の季節じゃないですか。ね。うちの従業員に聞き取ったけど、これは経費だって、認めてるんですよって言えば、それ通じますか？通じないでしょ。それで税金をね、納めなくて済むんだったらみんなそうしますよ。いや、中にはね、納税をするっていうのは、義務だけじゃない、権利だっていう、そういう人もね、いるから、まあ、みんなとは言えない。そういう立派な人もいらっしゃると。そういう立派な人、っていうか普通にね、節税を考えてる人は、いやー、うちの従業員も、うちの経理もね、これはこうだって言ってますから、
大丈夫なんですって、大丈夫だって何回も言ってるでしょ、何回も何回も言ってるんですけどって、そういう答弁ですよ。だからもう本当にね、日本救わんといかん。で、今日は、また、SF 欲の人たちが、ロシアにね、オベック使って、で、私の第3代の原口和弘後援会会長は今泉松井さんという、佐賀市の条約まで勤められた方でした。あの方はですね、旧ソ連、ソ連が参戦するんですね。日ソ不可侵条約を破って。そして、なんと、その、日本兵、中心にですね、抑留をして、奴隷的な労働をシベリアでやったわけです。やらせたわけです。極寒の中ですね、6万人が亡くなったと言われています。日本祖国へ、戦争では死なずに、抑留で亡くなった方々がおられるんです。6万人ですよ。で、今泉会長は、それに耐えて、まだ若かったんですよね。16で、徴兵をされてですね、そして一番、下の兵隊として、大陸へ渡ったわけです。その大陸で、抑留をされて、そして、筆舌に尽くしがたい苦痛を味わいながら奇跡的に日本へ帰ってこられたわけですね。だから一緒にですね、抑留者のための強制労働で苦しんだ方々の法律を改正してするということをやって、90超えて、天に召されました。会長に最後、私が大臣の時でしたけども、喜んでいただいて本当に嬉しかったです。でもね、喜んでいただいたって今言いましたけども、それはね、自分のために喜んだんじゃないんですよ。途中そこまで亡くなっていった戦友、それから日本に帰ってこられなかった戦友、日本人ですよ、その人たちに対して少しでも国が報いることができたと、それを喜んだんですよ。でね、そういうことを知ってるんだったら、あの日にロシア行かないですね。だからもう本当にどうかしてるよな。どうかしてますよ。でもね、これを聞いてる若い政治家の皆さん、いや、志を持ってる皆さん、ぜひね、勉強しましょう。歴史を勉強しましょう。そして、私たちの国が今どこにいる、あるか。そして、何が私たちのこの国の上をね、覆ってきたかを、ぜひ学びましょう。で、そしてそれはね、単に、さっき申し上げたけども、幅広い知識が必要です。数学の知識も絶対必要なんです。そうじゃないと、足して2で割るみたいなことばっかりやってるから、多次元解析しなきゃいけないんです。で、その頭をぜひ政治家の人たちには持ってほしい。で、私も今日、また待機を東京でしてるわけですね。そして、いろんな人たちと今日も会いますけども、もう本当にね、加藤勝信君、今日なんか、外国人、株主比率の一番高い番組に出たんですか？そしてそこでなんか新型コロナウイルスについて一方的に喋ったんですか？もうそういう暇があるんだったら国会取り消しますよ。国会であなたがね、なんていうかな、対応をきっちりできるように私たちはあなたの基本的質疑でですよ。加藤君。あなたが出てこないでもいいようにっていうことで最大限の配慮をしました。しかし特定の番組にだけ出てね、この危機管理を言うんであれば、それは間違ってますよ。記者会見を頻繁に行うべきだ。そして、もう現場のマンパワーないんだから、
新幹線省に指定をして宣言をすべきだ。なんでやらないんですか。本当にね、あなただけは拉致の問題でもね、一緒にやってきたし、分かってる人だと思ってたけど、非常に残念だ。北村誠吾君も明日このまま行くんだったら、また明日もね、元の基本の法律を知らないんだから、一日で法律を学ぶことはできない、いくらなんでも。一日で基本的なことを学ぶことはできない。そんな甘いもんじゃない。だから、安倍総理、これをお聞きになっていたら、早く有能な人材は自民党まだたくさんいるんだから、そういう人たちと変えて、そして国会を単なる時間稼ぎの場にするのはもうやめてほしい。森影も桜も徹底的にいつまでもやりますよ。でもね、それは僕らの人生の中の、僕らの国会活動の中の100分の1でもない。今日もまた新たな立法を考えてる。で、それはこういう公文書を破棄したり隠蔽したところに立ち入りをするための法律だ。だから、あんまり国会を舐めない方がいい。いや、僕らは舐めても、次の時代の人たち、日本人を舐めることは、そこまでは君たちもできないと思うよ。今回、検察庁法を歪めて、なんか自分らが捕まらないためか、何なのかわからないけども、特定の人を、定年延長、今まで誰もやらなかったようなことをやったよね。でも検察の若手の人たち、正義の人たちは煮えくり返ってるよね。捕まるのを怖がって、そして上だけ変えたらいいなんて話じゃないよって、ある自民党の心ある人が言ってたけど、もしそうだとしたら大きな間違いをしたよね。検察も敵にしたと僕は思う。まあこんな話ばっかりしてると、本当にせっかくのこの爽やかな日曜の朝がですね、煮詰まったものになるんで、この太陽の日差しを見ながら、ぜひ皆さん、私もですね、これで、どうやって、気分を変えてるんだと。それは、美しいものに触れる、真実に触れる、良きものに触れる、大きな志に触れる、ということです。だから、絶対絶望、させてはいかん。アイオワ州の、民主党の指名争いで、サンダースさんが僅差で、ブティジッチさんを、置いて勝ちましたね。で、サンダースさんのを支えている人たちは、若い人たちですね。私、毎朝、サンダースさんのツイートをチェックしていますけども、まあ、トランプ大統領が、アイオワの結果も高みの見物だとばかりツイートしてましたね。トランプさんとの差っていうのはそんなにないんですよ。で、ところが、まあブディデジさんが一番1ポイント差でしたね。でもね、私はやっぱりこの 99% 革命っていうのはやっぱり起きるべきだと思っています。だからもう国会も特定の産業に配慮するっていう議員はもうあんまり意味がないね。むさぼるマネーをですね、背景に虎の湯を狩る狐、エネルギーだってそうですね、昨日申し上げましたけども、またぞろ嘘ばっかり言ってたっていうことが分かりましたよね。嘘で塗り固めないと自分たちの足場が保てない人たち、今だけ金だけ自分だけ、だから皆さんの勤めておられるところにもそういう上司いませんか。今だけ金だけ自分だけ、とにかく今さえ良ければいい、金さえあればいい、自分さえ良ければいいっていう、そういう新自由主義の一番暗い時代の今尻尾なんですね。だから絶望を絶対させちゃいけない、絶望しちゃいけない。太郎さん、山本太郎さんが言ってるみたいに、
自己責任じゃないんですよ。ここでむちゃくちゃなことをやってむさぼってる人たちをやっぱり放逐しなきゃいけないんですよ。それはほんの一部の 0.0001% の富を独占する人たちと 99.999% の多くの人たちとの戦いです。で、今阿川佐和子さんのお父さんの阿川博之さんの南蛮アホ列車っていうのがあの NHK のあのラジオでやってた再放送というかラジコですから聞き逃しで聞いてるんですね。で、実際本も借りてきて読みました。お前いつ本読むんだってよく言われますけども、私本は全部スリーオンなんですね。あの移動中、それからスリーオンってあの枕の上、かわやの上、馬の上って言うんですね。つまり枕、寝るとき、寝てるとき、それトイレ、それから馬、つまり移動中ですね、飛行機の中。私のあの読書はほとんどそこです。泊まるのが良くないんですね、らしいんですよ。だからまあでもその阿川さんのアフォー列車っていうのは百軒先生っていう方がおられた、その方のですね、まあ阿川博之さん流のリバイバルみたいなんですけども、すごく面白いですね。コリアン先生、遠藤周作先生ですね、その方と北森雄先生、万坊先生、その人たちも実に生き生きと書かれてるんですね。あ、やっぱりこういう方だったのかなって。で、僕は阿川博之先生にはあのお会いすることはなかったんですが、お嬢様の阿川佐和子さんとは TV タックルでよくご一緒させていただきました。すごくあの知的で、あの優しくてですね、あのウィットに富んだ方で、まああの、あだ名をつけてたんですけど、そのあだ名はあえて言いません。TV タックの中で一番警戒しなきゃいけなかったのは阿川さんなんです。ぼーっとしてるともう傷口に塩を塗り込む、もうその防御する間もなくドーンとやられて持ってかれるような、まあそういうその、鋭い一撃を何回も食らったことあります。だからあの可愛い顔した悪魔って誰か僕じゃないですよ言ってた人がいますけども、あの真実をぐさっとえぐり出して、そしてでも優しくその地表の上に置くっていう、なんていうのかな、人間生きてると辛かったり悲しかったりいろんなことがするんですけど、阿川さんとかあのビートたけしさん、北野たけしさんですね、それから大竹まことさん、あの人たちとこうやって一緒の空間にいるとですね、ああなんかあったかくて次もやれるなって、古いあの良き日本人が持っている矜持っていうかな、意気っていうんでしょうか、そういうのを感じるんですね。もうこれでおしまいにしますけども、私がを随分可愛がってくれた仙石義人さんはですね、私が TV タックに出るのがデッキレだったんですね。将来大臣になったり総理を狙おうという人間がああいうところで遊ぶなと何回も呼び出されて怒られました。また出てやがると、いい加減にしろよと、もう出るなって言っただろうと。私あの番組見たことなかったんですけども、あのたけしさんから呼ばれて、行くことになりました。で、行くようになったらですね、彼らの魅力があまりにもそのすごくて、その天才を学びたくて出てるって言うんですね、言ったんです。そしたら仙石さんは、天才を学ぶんだったらそこで学ばなくたってできるだろうと、いい加減にしろと言われました。まああんなにね本気で怒ってくれた仙石さん、あの今でも感謝してます。官房長官と総務大臣としてはですね、いや国家戦略担当大臣だったか、あの戦ったこともありました。
特に税、消費税を上げなきゃいかんっていう仙石さんと菅さんと私と、それはダメだとマニフェストにも言ってない神野先生とですね、政府税調の中で激論をしました。まあそうやって最後は結構仙石さんにも、まあみんなに僕は逆らって生きてるのかも分かりません、あれしましたけど、今ではあったかい思い出ですね。さてもう行かなきゃいけません。皆さんちょっと長くなりましたけども、今日もたくさんの祝福がありますように。ここの日の丸で終えたいと思います。では失礼いたします。日本を守りましょう。